やってきたのは弘前市にあるお店、弘前の煮卵屋。こちらのお店は10年前から煮卵を販売する煮卵専門店です。一押し商品がこちらの弘前の煮卵。昨年惣菜弁当グランプリで優秀賞を受賞した人気商品なんです。これ私好きです。その煮卵を作っているのが本日の達人、石岡幸子さん。1日どのぐらい向いてるんですか？1日に1500個ぐらいかな。1日2500個、1ヶ月におよそ5万個の殻を剥くゆで卵殻剥き達人なんです。すごい。それでは幸子さんのお手元拝見。ご覧ください、このスピード。ものすごい速さでゆで卵の殻が剥かれていきます。早い早い。幸子さんは煮卵を販売した10年前からゆで卵の殻を剥き続けてこの速さになったそうです。すごい、もう本当技だ。プロですね、本当に。突然ですがクイズです。幸子さんは何秒でゆで卵10個の殻を剥けるでしょうか？中村さん5秒でどうぞ。中村、え、5秒 ?10 個え、待って10個何秒？50秒正解こちらです。どうかな。よーい、スタート。さあ何秒で剥けるでしょうか？まずは簡単に1個目いきました。そして続いて2個目もすぐ行く。もう口が追いつかない。3個目、そして4個目に行きます。そろそろもう折り返しの5個目に入るところ。さあ次は6個目。あっという間に残りは3個になりました。さあ8個目に向かいます。残りはもう2個だ。あっという間にもう9個剥いてあと1個。正解は 18.77 秒。1個で2秒かかっていないんです。ちなみに社長である息子さんの奥様にも挑戦してもらいました。普段はパック詰めを担当している奈々さん。はい、27秒。頑張りました。それでも早いですね。奈々さんも結構早いですよね。さあここでゆで卵殻むきのコツご紹介します。その1、まずは熱湯できちんと茹でて冷水で冷やします。この急激な温度差で殻が剥がれやすくなるそうなんです。さあ続いてその2、卵の殻を割って中に水を入れます。はい、ちょっと潰して指で押さえてあげると水が入るから、そしたら剥きやすいかもしれない。思い切りいっていいんだね。殻を潰して水を入れることでより剥きやすくなるということなんですね。ぜひ食べてみてね。